した劇団肋骨みかん同好会劇団員によるアバラジオ、よいしょはい、藤本ゆきと水口隆之と吉田拓の4名でお送りいたします。よろしくお願いします。はい、さて、今週はですね、はい、大作のスコットランドヤード会以来の動画でございます。すごい、はい、大作でしたね。6日連続でしたね。本当に、4編集桜木一本身の6編集が神編集、本当にありがとうございます。まだ見てない、まだ見てないんですよ。あの私の放送劇マジで見てください。マジで見てください。マジ動画もね、ありますね。あ、そうです。あ、この前 B と2人で飲んだってなので、本当に見てほしい。本当見てください。すごい編集がすごいですね、とにかく。で、今ね、ちょっと喋ってましたけど、何気にですね、もう進撃隊員の吉田拓さん初の顔お披露目でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。力士ではございません。あのラジオの回ではね、もう何度もそうですね、そうですね、はい、こんなでかい人間だとは思ってなかった方もいるんじゃないでしょう。ご存知の方もいらっしゃるよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でまあ、今週はですね、あの、まあ、そんな吉田さんと持ち込み企画ということで、はい、おー、なんだなんだ、いいですか。はい、どうぞよろしくお願いします。すいません、もう早速ちょっと聞かせていただきたいんですけど、はい、はい、最近夏を感じておりますか。ん、しっとり始まんな。夏感じてますか。夏、ちょっと感じてないですね、僕。あ、暑いなというのは分かるんですけど、夏ちゃんけなっていうのは。じゃあ、あの頃の、はい、ちっちゃかった頃の、はいはい、夏休みの感覚、はい、感じてますか。あ、もうちょっと記憶にございません。私も記憶にございません。っていうかね、もうみんなちょっと思ってると思うんですけど、今日みんなちょっと夏らしい格好してきてくださいって言ったんですよ、ね、ジンベエ。夏らしい。そうそう、浴衣ね、浴衣ね。夏らしい。あの、なんで長袖長袖の。嘘でしょ。いや、ここにほら、枝豆。枝豆がいることによって夏らしさをね。あの、本当に、あの、入れ墨掘ったんだ。嘘でしょ。ちょっとだけで、アップルと鬼がいるみたいな。ちょっとね、あの、見せらんないんですけど。冗談ですよ。冗談です。怖いでしょ、この感じの人が。逆にめちゃめちゃ怖いですよ。そういうことで、夏をね、はい、感じてほしいということでね、もうみんなどうせダラダラクーラーの前でなんか見たり、サマーウォーズ見たりしてるんでしょ。サマーウォーズ。そうでしょ、そうじゃないんですよ。はい、あの、ワクワクした外に出て虫とか取ったりとかした、あの頃の夏休み全然感じてないなということで、はい、今回のアバラジオテーマはこちらでございます。あの頃のワクワクを取り戻せ、肋骨みかんの夏休みリアルタイムアタック。なんですかそれは。そう、夏休みを、まあ、リアルタイムアタックするっていう、それだけのことです。リアルタイムアタック。さすが同じ大学の出身です。いや、でも今なんかあの方向性全然違いましたし、はい、打ち合わせとそこ。もうすずるい。まあまあまあ、どういうことかと。はい、申しますと、はい、さっき言ったみたいに夏休みやったようなことをやりたいなと思うんですけど、はいはいはい、私どもね、大人なんで時間ないじゃないですか。まあ、ね、ですね、時間ないですね。働いて納税をしなきゃいけないわけですよ。いや、しないな。残念ながら、はい、ということで、はい、じゃあ、あの楽しいワクワクの1ヶ月間、1ヶ月半くらいを、うん、ギュッとしたらどんくらいで楽しめるのかなと思って、はい、それをやりたいなと思います。なるほど。はい、ちょっとね、勘弁を見ますけど。まず、ルール説明させていただきます。はい、必要なのは判定員が1名、はい、審判ですね、うん、判定員1名と、あとはプレイヤー、だから残りの人が3名になりますね。はい、プレイヤー3名は、以下の順番で僕が思う夏休みというものをやってもらいます。はい、項目、ラジオ体操、はい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 、朝顔の観察絵日記、あ、おばあちゃん家に行く、あ、はいはいはい、泣いちゃう、虫取り、あ、いいですね、スイカ割り、あ、はい、祭りの出店巡り、花火、はいはい、で最後にあのみんなが何派だったかわかんないけど、うん、宿題をやる、はい、お前が最後にやる、あ、俺も俺も、はい、これを、はい、リアルタイムまた鑑定員の人が最初にあの
ラジオ体操やったとしたら、あ、もう、あ、ラジオ体操あるあるそういうやつだよねっていうふうに、あ、ラジオ体操堪能いたしましたってなったら、はい、次、朝顔のやつやってくださいっていうふうにやっていくっていう。なるほど、なるほど。で、それで最終的に何分で夏休みを満喫できたかっていう。なるほど。そう、その検証をしたいんですよ。なるほど。はい。早速やっていきたいと思いますが、この後ろにある、ね、小道具たち、これはもういくらでも使って構いません。おお、はい、いろいろありますね。いろいろありますからね、はい、あの詳しく写真見てください、はい、やりましょう。なるほどね。さあ、そしたらですね、早速判定員とプレイヤーを決めていきたいと思うんですけども、うん、でもそれはもう決まってるんです。あ、そうですね、決まってる、決まってるじゃないですか。だってさ、あの、いや、もうだってさ、格好からしてね、あの、一人真っ白いやつがいるんですよ。こんな、あの、ここに来てね、あの、我々ちゃんと着替えた、なんか一人だけ着替えてなかった人がいるんです。この二人、どれだけ着付けに時間かかってたのか。ごめんなさい、ごめんなさい。すごい頑張ってたんだ。あなた何もしてないでしょ。さっきおにぎり食べてたら、おにぎり食べてた。壁を見てちゃんとなんかそういうエチケットも持っておにぎり食ってたの。言わない、言わないですよ。じゃあもう審判は森川さんで。わかりました。もうわかりました。もう枝豆の私がやりましょう。枝豆を押すの。枝豆の私。いや、私がやりましょう。はい。はい、恥ずかしくないか、この学びです。確かに。いいですけど。わかりました。じゃあ、早速やっていきましょうかね。はい、お願いします。お願いします。はい。位置につきますよ。はい、判定員。判定員。でですね、まあ一応あの時あの軽く吉田さん言ってくれたんですけど、はい、あの見えてますかね、私がこうやってあのうちわをあげます。うちわあげたら次の場面行っていいですよっていう合図なので、はい、はい、やりやすいです、ね。はい。で、じゃあタイムアタックなんでね、ちょっと私の携帯でちょっと、はい、時間をかかろうと思いますよ。見えてますかね。はい。で、皆さん、準備よろしいでしょうか。よっしゃ、ちょっと待って、ちょっと待って。はい。明日から夏休み。ああ、朝起きたら夏休みだぜ。え、で、何する何するもう、もう、今日終業式終わった。ああ。じゃあ、寝ますかね。はい、そういうところから始まるんですね。はい、正直ね、あの、何をどうテンションでやるか分かってないから、めちゃくちゃ不安なんですよ。俺もです。うん、綺麗に可愛らしいになってますね。おやすみ。おやすみ。おやすみなさい、皆さん。誰だ。それでは行きますよ。最初はラジオ体操からです。では行きます。よーい、夏休みリアルタイムアタック、よーい、スタートです。ほら、ラジオ体操、ラジオ体操だよ、今日からラジオ体操、勇気、勇気起きなさい、ラジオ体操ですよ、ラジオ体操、ラジオ体操、ラジオ体操、力が強いな、そして、力が強いな、ラジオ体操、ラジオ体操、はいはいはい、スタンプもらってくるのよ、何、兄弟すんじゃない、はいはい、行ってきなさい、はい、おはようございます、こんにちは、はい、じゃあ、で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 、何この時間しめ、あの、判定員がね、ああの、OK って言われ続けるけど、なるほどね、あれ俺ちゃんとあの、覚えてるかどうかっていうのもね、うん、あのどこにハマるかわからん、うん、どうなんてこれか、あ、俺が覚えてる、いや、俺もちょっと俺の覚えだけど全然あげへんのどこがそこなんでしょうね、あ、違うから、なんだっけ、これか、これか、ここ、ここじゃないんじゃん、え、ここじゃないんじゃん、もしかして、え、大丈夫、このグダグダな時間よくないと、まあいいよ、とりあえず、うん、これ、あの、あ、でもすげー、はい、次、え、いいよ、いいよ、朝顔の観察日記、朝顔の観察日記、じゃあ、自由帳、自由帳1個しかない、自由帳でいいの、朝顔がいる、じゃあ、朝顔、何だっけ、紫とか、青とか紫、そうですね、あの、あ、なんか、
もうちょっとで満開かな。もうちょっと、もうちょっと、それから最最おぉ。わぁ、ね。木がしっかりしてるね。木がしっかり、いや、ラベンダーみたいになってきてるんだけど。なんか、違う花だな、これ。なんだろう。なんか、うん。で、これで、あ、青とか。水色とかちょっとまだ全然朝顔の観察日記っぽくないなぁ。あ、水やらなくて、水をあげて吉田さんが辛いよ水やれないな。え、水やれないな。こういう感じだよね。あ、で、下に今日の日付とか、うんうん、あ、はい今日の日付ね、はい。8月な、これ咲き始めなの。8月4日とかですよ。そうだね、8月4日が8月4日、あれ、太陽のマークを完成品みたいな。え、ちょっと待って、え、つらつらそう。この時間大丈夫ちょっと本気でやるんだ。本気で朝顔の完成品を今結構頑張ってる頑張ってるんですけどね。ちょっと絵が見たいな。観察日記だから絵が見たいな。顔が一緒一緒、朝顔の絵が見たい。水今日もやるんだね。元気です。え、なにこれ、なに何が正解か全然わかんない。あと茎っていうか、あれ絵が見たいんだけどな。あ、なるほどね。あ、頭の絵みたいな。うわ、これ絶対違うわ。まあいいよ。はい。見てて。はい。字がね、汚ねえのよ。本当に小学生の字になってんだよ。まだ赤い。まあいいでしょう。あ、そうだ。で、おばあちゃん字。おばあちゃん。おばあちゃん、泣くぞこの野郎。なんかでしょう。ああ。チリン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 。あー、よく来たねー。おばあちゃん来たよ。ゆきちゃんもね、よく来てくれたね。あ、スイカだ。スイカ食べる。食べる。そっか。どうしようね。でもね、これちょっと包丁ないんだよね。あ、まだ包丁ないよ。まだちゃんち包丁ないよ。包丁あるんだけどね、これ切れないのよ。ちょっとね、棒状だからね、このスイカ。棒状だから切れないよ。そっか。またね。何どうしろと。どうしろ。スイカ食べるのやめよっか。ちょっと後でまた控えてるのがありそうだな。ちょっとスイカはちょっと一旦置いとこう。麦ちゃんね、飲みたいけど。麦ちゃんラグビーボール投げるみたいな投げ方してました。ボンちゃん、麦ちゃん、麦ちゃんね、はい、一本だね、一本だし、麦ちゃんって書いてあるんだよな、おばあちゃん。まあいいでしょ。苦しかったな、今日。苦しかったな、次。虫取りあー、どうしよう。よし、行くぞ。あれ、なんだろう。高い毛がないか、ちょっと。これで合ってるのかな。これ、取れる？大きくない？あれじゃない？俺、ちょっと、おすげえ、すげえ。行くぞ。待て。よし。俺が頑張ってたよ。違うのよ。ちょっと待って。マスク、これ。違うのよ。混乱が。違うって言われた。違うか。違う。え、でもこれ以上。これ、ね、どうしよう。何？え？夏の虫のか。夏の虫じゃないね。捕まえたくねえな、こいつ。いや、カブトムシとかならいいけど、セミ捕まえたくねえな。セミ無理なんだよな。俺もセリ無理なんだよね。やばい、どうしよう。何も終わりで作るんです。終わりかけてるんだよ。お、なんだ
あ、死んだ。どうしよう。死んだ。これこういう死んでいるのをさ、道歩いての土下座瞬間。うわあ！これのやつじゃない。虫取りじゃねえのか。虫を取ってくれよ。虫取らないよ。ちゃんと取るよ。ほら。よしよしよし。はいはいはい。はい。絶対はい。あれ？鬼じゃん。いいでしょう。ちょっとね。次なんだ次。スイカ割り。スイカ割り。これだこれだ。これはもう。じゃあ誰がするか。じゃんけんでいきましょうか。はい。最初はグー。じゃんけんぽい。あ、じゃあ俺が。はい。俺はあれ。はい。はい、ねえ、どっちかどっちかどっちか。最初はグー、最初はグー、はい、ショッ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 。じゃあ、よし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 。じゃあ、ここで10回も、あ、ここで。ここで、はい、はい。10回回って、はい。それは、これは何？これは何？間違えるなよ。はい。間違えるなよ。うわ、低いぞ。はい。低いな。いや、まだ、回らない、回らない。あ、いいよ、頑張って。やばい。カメラから外れてる。頑張って。まっすぐまっすぐ。そのまままっすぐまっすぐ。まっすぐ。はい。目待って、目開けてない？大丈夫？目閉じてた？え？閉じたままやれるか？これ。スイカ割りはそうです。もう一回。やりまーす。回らなくていい、回らなくていい。そっから。よし。はい、行きます。そっから、藤本君が指示をして、はい、その、ね。どうした？どうした？どうした？まっすぐ、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 ちょっと、はい、はい、じゃあこれで、あの目を閉じて、はい、はい、まっすぐ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 、もうちょい、左にちょっと回って、はい、オッケー、はい、オッケー、いいでしょう。やったー、次次に祭りのデミセミグリーン、祭りのデミセミグリーン、あー、200円ちょうだい。あ、うそ。あ、うん、あの
もう口に入れた瞬間に溶けるじゃない綿菓子って、うん、あれがね、いいよね。はい、いいでしょ。終わりかな。次ご覧にしますか。先行話ですね。もうそれ。あ、でも先行話じゃない。パイっぽいから。ぽいような。おお、わかった。ああ、いいね。いいね。ちょっと部屋クロックしてない方がいいか。はい。クロックしよう。クロックしよう。映るか、カメラに映るかどうかが。あ、こちら。あ、いやー、綺麗。ああ、これはいいでしょ。これはいいでしょ。あー、綺麗。これはいいでしょ。線香花火綺麗だね。ああ、綺麗。いやー、いいね。いいね。ああ。はい、いいでしょー。待って、赤い色が全然見えねえんだ。消えたね。あとは残ってた宿題。はい、はい、あよいしょよいしょ。あと伸びる、はい、懐かしいな、小2の伸びる。初めて。あ、俺算数じゃあ、俺感じよう。はい、始める前に色鉛筆を覚える。はいはいはい、はい、熟語も一緒に学べる感じ。これ何ページやればいいんですか。やばい、終わんない。待って、ちょっと待って、あと焦燥感、焦燥感が欲しいな。終わんない終わんない。川上へ行く。だから毎日少しずつやっていくでしょ。もうどうするの。お母さんが手伝ってくれてるんですか。なんでお母さんやんなきゃいけないの。いや、ごめん、日付書かなきゃいけないんだけど。あ、もう今日8月31日だよ。え、でもそれだとさ、バレちゃうじゃん。補足な子だね。じゃあ7月20日一緒、初日にやったこと一緒じゃない。そうそうそう。うわ、いやでもなんでこんな絵ばっかり描かなきゃいけないんだこれ。すごいな、アルファベットってなんだろうこれ。すごいね、いっぱいこれで覚えられるもんなのかな。円を描く、彼の円を描く、よし、一応の後だ。もう1ページ終わった。決めば遊ぶ、左に行く、ミリ、これ間違えてたらめちゃくちゃ難しいよ。あと1日でしょ。あと1日でしょ。いや、まだ痛いよこれ。さを抜く、まだでできる。答え見ながらっていい。答え見ながらっていい。ダメ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 、答え見ながらやっちゃう。終わんないじゃんだって。いや、それはもうね、あのやんなかった自分が悪いんだよ。そうそうそう、あの自業自得っていう感じで。これもうお母さんなのか何なのか分かんなくなった。そう、ブレブレです。ブレ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 だもん。ちょっと待って、長ない。ちょっと待って、大丈夫大丈夫。え、待って、これマジでこういう終わりきるまでとかだったらやばいよこれ。いや、マジでやらせてきた。俺は表とグラフの問題だ。ちょっと待って、これ大丈夫かな。絵的に大丈夫なやつ、絵的に大丈夫なやつ。まずい気がする。大丈夫。 BGM でごまかしてくれるよ。 BGM あるのこれ。あの、つけてもらおう。あもう SE つけてもらおう。いや、これきついな、これきついな。なんか、あの、いろんな意味できついね、これ。あー、破けた。これ B がなんかだんだんフラットに見えてきたよ。フラット、あの、音楽記号だよ、音楽記号。あシャープとフラットのフラットだよ。もうあの、音楽に強い子供なんだね。そうだよ。すごい簡単だな。2年生ってこんな簡単なんだっけ。7時の1時間前は何時ですか。これ多分誰か1人終わったら絶対許してくれるから。
やばいな。いや、終わんないよ、これ。終わんない。この量は割と維持されるよ、これ。あのね、数学が一番、書き取りとかないから。数学って言わない。算数。算数か。算数か。算数が一番ね、いいような気がするんだよね。確かに。書き取りだもんね。もう書き取りだから、あのね、俺、検証員になるんじゃないかなと思ってんだ、今。カップって何色だ？カップって何色？色塗らなきゃいけないんだ、これ。白だよ。白、白、白。白ね。白。白。書かない。はい。OK。ちょっと待って、これ、マジで大丈夫。マジで大丈夫。あの、これ。もう、でも、森さんさ、これまずいぞって思ったら、もう終わりにしてほしい。はい、いいでしょう。ありがとうございました。そこまで。結果は、17分24秒40で夏休み満喫できるでした。よっしゃ。正直に言おうか、手応えはない。夏休み感もない。あんまりなかった。これ後で、あの、会議だね。会議だ。ちょっと会議だな。タスクをこなすことに集中しすぎてしまう。はい。いやー、あー、はい、はい、では終わりましたけど、はい、皆さんいかがでしたか。あの、これ多分見どころはやってる僕たちじゃなくて、うん、やってる僕たちを見てる森かなみの顔だったと思う。確かにそうですね。それはそうだろう。めちゃめちゃニヤニヤしてた。聞いていい？あの、森さんはどうだったの？どんな気持ちでこれ見てたの？あの、あれですよ、あの、はい、なんかもう私ただひたすらちょっと焦らす方に行ってしまった。あ、どこまでやってくれるんだろうみたいな。なるほどね。終盤だって俺ただ漢字をさ書き続けるだけのマシンになってたから。ならいいじゃん、漢字だから。ABC だからね。C ずっと書いてるからね。なんだこれはって感じさ。ちょっと最後の方は結構不安のまま走ってる。ただずっとニヤニヤしたね。こっちからも撮ればよかった。森ガン定点カメラを使えばよかった。本当に。終盤マジで、いや、ここ、道かって思いながら。いや、俺らずっと走ってるけど、ここ、道かって思いながら走ってたよ。本当にそれでした。まあでも確かに1日詰め込んだやつ17分で完走はできた。まあそうですね、まあ、17分。はい、わかりました。じゃあ、ちょっとモヤモヤが残るな。そうですね、なんか。いつかリベンジしますか？リベンジしたいです。したいですね。ちょっとね、リベンジしたいね、これ。どうせ、そんなに、これカットして、そんなに見てる人見れば大丈夫です。いや、今回は、ノーカットという、あの、あれで、そうですね。またちょっとカットしようか。そうですね、ちょっとしてリベンジ。見苦しいかもしれない。でもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあよかったです。お二人のお二人の格差的には何感はありましたか？忙しくてそれどころじゃなかった。ゆっくりまっするものなのかな。そうだね。いいまとめです。はい、まあ、僕らの夏休みのこの17分間で終わりで、また明日から納税しましょう。そうですね、労働に戻りましょう。ありがとうございました。それでは今週のアワラジオはここまでということで、まあ、もしよろしければ、あの、まあ、高評価ですとかチャンネル登録とか Twitter の登録とかよろしくお願いいたします。では今週お届けいたしましたのは、私劇団員森かなみと、はい、藤本由紀と水口貴之と吉田拓でございました。ありがとうございました。また来週。We rock it.